カザネと大川美穂と桃いちごの予告がしたい。この時間は各週金曜日に配信している私たちの番組、女子会乗りでラジオがしたいの予告番組です。11月12日金曜日の配信の中身をちょっとだけお話しします。今回の配信ではみよみよのアテンドしましょうか。どうしてくれるんですか。私がブクロはアテンドしましょうか。ブクロはそれ本編で話したところ以外をアテンドされそうですけど。あ、いや、うん、あのね、本編で話したところももちろんアテンドさせていただく所存ですよ。あ、本当ですか。そう、あのね、今本当大規模大工事をやっていて、まだその全貌が明らかになってないんですよ。あのね、1階のね半分っていうか、もうあれですね、その場所じゃなくて建物のことですね。建物本当にもう今、はいはいはい、パネルっていうか、その今工事してるから、はいはい、あの民間人が入れないように、まあ、あのどうなってるか中は全然見えないんですけど、今までビレッジヴァンガードとか古着屋さんとかなんかいっぱいショップがあったんよね。でそこが全部多分なくなった。撤退、うん、撤退したんだと思 う, うなんだけど、じゃあそこに何が入るんですかっていうのはまだ分かってないの。はあ、うん、その建物自体も入れないの？入れる場所がある、入れる場所と入れないゾーンがしっかり分かれてあって、ね、そうそう、今工事してあるところは完全に入れない、どうなってるかも見れないっていう感じなんで、で、写真屋さんとかは移動してたりとか。写真屋さん、そうそう、あの移動されてるものもあるのよ。なんじゃタウンはあるの？あるある、なんじゃタウンもすっげー変わったの。宮殿みたいになってる。宮殿、うん、本当に。え、なんじゃタウンってさ、餃子が売ってて、あ、うんうん、ね、あのちょっとした、まあ、あの銭湯でカラオケっていうのもあったな。あ、そうなんだ。なんかそういうちょっと子供さんが遊べる、ね、お化け屋敷があったりとか、うん、あった、あった、割とそういうエンタメ施設だったんだけど、うんうん、もう近年さ、女のオタクさんたちをターゲットにそうしたものがまあすごい多くって、でそのためというか、あの、まあ、宮殿みたいな施設をね、お作りいただいてですね、サファイアブースとかルビーブースとか宝石の名前がつけてある。ポケモン、ポケモンじゃねえか。あの、まあ、コロナっていうのもあって、サファイア人が集まらないような空間作りみたいな。でその下には、うん、ニャンジャタウンって言って、え、あの猫の、はいはい、そうそう、何、猫カフェじゃないけど、そういう施設があったりとか。え、リアル猫、あの東急ハンズの上にあったんですよ。あった猫袋っていう、あったあった、あそこがナンジャタウンに入ってきて、ニャンジャタウンって名前でニャンジャタウンになったんだ。そうそう、なので大きくね、あの施設も様変わりしてるんですよ。ああ、そうそうそう、ニャンジャタウン行きたいです。じゃあニャンジャタウンね、あのいいって言ってましたよ。ただ、まずナンジャタウンに入ってからニャンジャタウンに入らないといけないので、入場料が、入場料、そして入場料みたいな、20感じではなっております。そう、その他にもやっぱポップアップショップとかも増えてきたし、前はこのお店だったのにみたいなのもなくなったり新しいの入ったりで、今移り変わりが結構大変です。でも昔ながらのそのね、建物ももちろんあるし、うんうん、うんうん、大人から子供まで楽しめる施設も健在ですよ、うん、なるほど。そう、袋ね、めっちゃ変わってんだよ最近。ハンズもなくなりましたし、ね、背書き碁もなくなりましたし、うんね、建物マジあれどうなんだっていう。確かに建物自体はまだなくなってないんだ。そう、なくなってないけど、これから解体するのかなっていう。でも絶対何かは入るんだよ。まあそうだろうね。そう、アニメイトさんの隣にはアニメイトさんができるし。あ、ダブルで。そうです。へえ。なのでこれからね、ブクロはどう変わっていくのかと、ディビジョンの一人としてはね、非常に楽しい。ディビジョンの一人。そう、一人って何。勝手に言ってる。あっちとは違う、ね、あっちとは違う、一人ディビジョン、一人ディビジョン。なんでね、私と一緒に街を巡ろうではないかと。いい ね, ね、行ってみたい。ミヨミヨのアテンドで、アテンドで BL 本が売ってるすごいところも連れてるし、あるあるある、その、え、ジャンル教えてみたいな風に言ってくれたら、あ、じゃあここ行こうってなるし。え、ジャンルによって違うの？違う、置いてあるもん違うから、そうそう、あ、ジャンプなんだ、あ、ジャンプで、ね、オッケーオッケー、あそこねとか、アイドルものなんだって、あ、そこねっつって。回数が違うとかじゃなくて、いや、もう土地が違う。土地、そうそう、もう全然、場所が違うの？全然点在してます。建物が違う、建物が違います。
ケーブクスさん、羅針盤さん、明輝堂さん。え、そこでジャン、それぞれのジャンルは強い店舗があるってこと？そうだね、ここはこれを専門に扱ってます。専門、アイドルを専門に扱ってます。へえ。でこちらは作品で、ね、そうそう、ジャンプを専門に扱ってます。 VTuber を専門に扱ってます。 VTuber もそうなってんの今？なってます、なってます。 VTuber の BL ってこと？いやいや、それは VTuber さんが出してらっしゃるグッズのお店。ああ、そういうことね。びっくり。なので点在、池袋に点在しているので行っていただければ。すげー、池袋マスターだ。マスター 2.5 次元はここですとか。はい、なので、でもね、これも移り変わっていくから、覚えてるやつがあ、変わったって言うで、またインプットし直さなきゃいけなかったりするの。忙しい。そうなの。ケーブックさん、それやりがちなの。テープ変わってんじゃん。前までここにあったのに。何、乙女館に変わってるみたいな。そう、っていう、あの館ごとに名前がついてるわけです。ね、そうなんだ。キャスト館とか、キャスト館、動画館とか、動画館、 K-POP 館みたいな感じで。それわかるわ。そうそうそう。はあ。っていう。すごい、うん、楽しめそうだね。そうだね、うんうん、ちょっと頑張って私もマスターするわ。もうちょっと日々勉強だわ、うん、変わりゆくものだからね、街はね、うん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 、アドマチック天国。さあ番組が聞きたくなったあなたは女子会のリデラジオがしたいをチェックしてください。